日の授業ノート全部取れた？うん。写させてもらっていい？ありがとう。あ、伊藤先生のプリントは英訳した？うん。じゃあ後で一緒にやらない？ね、その方がはかどるし、やる気出るしね。女子高生森田真由、ちょっぴり人より無口です。昨日ね、すっごくかっこいい人見つけたんだよね。部活の帰りっぽくて、多分サッカー部の人だと思うんだけど、とりあえず真由、人の話は相手の目を見て最後まできちんと聞かなくてはいけませんよ。こないだやってた日曜ドラマの主役の人、あの人に似ててさ、見た目にはちょっと軽そうなんだけどね、すっごく真面目に部活やってるみたいだし、今度見に行こうよ。普段は軽くても試合の時とかはすっごく真剣な顔してやってるっていうの最高じゃない？それを離れたところから見守るの、考えるだけでドキドキする。どこが終わりなんだろう。それにさ、あの人だ。ちょっと私行ってくるね。森田先生が日直の、先生とプリントがその持ってこいて。じゃあよろしく。はあ、あの人ね、付き合ってる人がいるみたいなの。やっぱりそうだと思ったんだ。ミッキー落ち込んでる。どうしよう、励ますにはどうしたらいいかな。頑張れ。それじゃ無責任って思われるかもしれないし、どうしよう。まっ、くよくよしても仕方ないよね。前向きになんなきゃ。真由ってさ、いつも話ちゃんと聞いてくれるから好き。なーに、照れちゃった。かわいいな、赤くなっちゃって。主役の人かな。でもこっちの相手役の茶髪の人も、そんな真剣に悩まなくても。なになに、うっそ、今度のドラマのキャスト出たの？キムジュンと堀拓じゃん。絶対見なきゃねえ。二人ともかっこいいよね。キムジュンはこの前の映画で先生役で出てたよね。堀拓は土曜の夜の見ててさ、そっちもかっこいいの。落ち着いた感じっていうか、キムジュンはちょい悪っぽいところがいいよね。まさに俺様って感じか。今年のドラマいい配役ばっかりで大作じゃない。幸せ、ね、この二人足して割ればちょうどいい子ができそう。あれ、あら、ハンカチどこやったっけな。ったの？もういっか。ありがとう。剥がれそう。どうしよう。でも届かないし。椅子使えば。どうしたの？お、剥がれそうだね。私がやるから押さえてて。ミキって思ったことはすぐ行動できてかっこいいな。私も見習わなきゃ。マユ、マユってば。椅子じゃなくてスカート見えちゃうでしょ。
乙女だ。よっと、もうちょい。てか、眉、ちょっと、そんなぎゅうぎゅう押さなくてもいいってば。もう、眉、ちょっと、女子って、いいよな。ああ。さんのことちょっと苦手なんだよね。森田さん、あのね、次の授業の準備にね、その先生がね、あの目でじーっと見られるとなんだか怖い。ね、用具室に行ってね、教材を運んでほしいんだって。こんなこと考えてちゃ失礼だよね。うわあ、ごめんなさいごめんなさい、失礼なこと思ってごめんなさい。あ、何か髪の毛についてたの。ごめんね。ありがとう。うわ、これは思った以上に癖が強いな。丁寧にやらないと。丁寧に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 。え、なんだろう。怖いよ。前からなら安心。森田さんの髪サラサラだ。いいなあ。あいつら何やってんだ。さあ、いいな。そうだな。あれって重い方を持ってくれてるんだよね。髪の毛溶かしてくれたし、気を使ってくれるし、いい人かも。見かけで判断しすぎてたな。森田さん、ありがとね。もあろうかと下敷き2枚用意してきたもんね。おー涼しい、おー涼しい、涼しい、涼しい、涼しい。2枚も使って張り切るからよ。おー涼しい。はい、おしまい。あーもっと。いやよ、仰ぐの結構疲れるんだから。じゃあじゃんけんで負けた人が仰ぐってのどう。うん、いいね。それじゃんけんぽい。まゆの負け。はい。よっ、うなぎじゃないんだから。お、しめしじゃないんだから。
すぎ。だって暑い。あー涼しい。なんだ、はなちゃんか。あースカートの中あっつい。もう100円払うから誰か仰いでくれないかな。そうだ、いいこと思いついた。むしろ100円でスカートの中仰がせるっていうのはどう？いい商売になりそうじゃない？いやいや、それはまずいでしょ。ガラスひんやりしてて気持ちいい。何してるの、マユ。お、あー冷たくて気持ちいい。何してんの。何何。よくわかるね。幼馴染だもん。人生半分以上付き合ってるし。へえ。両方にしたら？私もダブルにするし。今のは私でもわかったよ。遅れてごめん。もう来ないかと思った。何怒ってるんだよ。あの子のところに行ってたんでしょ。うん、どうせ私とのことは遊びなんでしょ。ちょ待てよ。いや話してよ。警察呼ぶわよ。話すか。村越さんって何でもわかるんだね。あれは違うと思うよ。ああしまった、溶けてきちゃった。あ、どうしたの？あ、パフェもあるんだ。パフェ？え、なになに？この夏限定トロピカルマンゴーパフェ。おいしそう。マユ、あんたなんてもの見つけるのよ。今アイス食べたばっか。カロリーが。仕方ない、仕方ないよね。どうしようもなかったのよ。ほら、4人で分けるからカロリーも誤差みたいなもので。おいしい。ほら、入れすぎ。ああ、なくなっちゃうよ。通り、そうかな。私の見てよ、レース付きだよ。
私のは流行の花柄。かわいいねそれ。うん、かわいい。おしゃれなハンカチは。わかっちゃいるけどさ、違うのを想像してたよな。皆まで言うな。それにしても暑いよね。汗でベタベタして気持ち悪い。匂い大丈夫かな。にゃ。今羨ましいと思ったろ。失礼な。そこまでは。いや少しは。制汗スプレー持ってないの？女の子のエチケットでしょ。貸してあげる。実は制汗スプレーってちょっと苦手なんだよね。私にも貸して。あんた自分の持ってるでしょ。自分の使いなさいよ。まゆちゃんかわいいな。今日はどうやって声かけようかな。そうだ、ああしてこうしちゃえば。でもあれならこうして。ふふふふ。どうしたの？スプレーかけすぎたんじゃない？ふふふふ。森田だ。いや、待てよ。いいんだ。いや、やっぱり声をかけて。あ、いやいやいや、雨に濡れた服もそれはそれで捨てがたいし。ダメよね。私だったら千尋は経済力がある人がいいんでしょ。うん、違うね。私の夢を叶えてくれる人。別荘があって、お手伝いさんがいて、クルーザーがあって、可愛い服とか綺麗な靴とかくれて。同じだよね。マユの理想は？理想？優しい人？面白い人？うん。はなちゃんは？え？親と同居しない人。お姑さんと別居させてくれるなら誰でもいい。そうなんだ。そういえばミキの好きだって言ってた人って結局誰なんだっけ？ん？野球部のね。ああ、ちょうど部活終わったみたいだよ。本当？どれどれ？どの人？右から2番目のマネージャーと。なかなか彼氏できないな。かっこいい以外の条件はないの？優しくて、気遣いができて、ちゃんと話を聞いてくれる人。あんた、ついにそっちの方向に。え？いや、違う！違うし！理想の男性像？
そうね、スポーツ選手や俳優さんもいいけど、やっぱりお父さんかしら。あらやだ、私ったら娘に何を。気になるなら来ればいいのに。できたわよ。ありがとうございます。本当にこれ枯れちゃってよかったんですか。いいのよ、全部私のお風呂だから。若い人が来てくれた方が嬉しいし。それじゃあまり遅くならないようにね。はーい。まゆのお母さんいつ見ても綺麗だよね。着付けできるってすごいよね。私もあんなお母さん欲しい。ねえ、今度着付け教えてもらえないかな。私も。身内を褒められると照れくさいよね。お祭りは来るだけでテンション上がるよね。いっぱい屋台出てるね。よーし、片っ端から回るよ。屋台高いよね。年々僕上がってるような気がするよね。それでもいろいろ買うんだ。これ買った金額でどれだけお菓子とか買えると思ってるのよ。まあお祭りは雰囲気を買うようなもんだし。そういえばミキ、こういうところこそ彼氏と一緒に来るもんなんじゃないの。なんかごめん。あれどうしたの。ちょっといじったら帯が緩んじゃった。眉直して。あっちの木陰でやっといてよ。眉ごめんね。あれ確かこれが、どうするんだろう。確かお母さんこうやってたような。お待たせ。なんで眉が着崩れてるの。さあで、直せないから先に帰ってきたの。本当に不器用なんだから誰に似たのかしら。まだまだ教えなきゃいけないことたくさんあるわね。まーゆー、すいません、お邪魔します。やっぱ締めは線香花火よね。そうだよね。だけど線香花火久しぶり。私も。この暑い中男だけマラソンって。女子はプールなのに。女子の水着姿は刺激が強すぎるだろう。お前らには。くそ、呪ってやる。待ち遠しかったよ水泳の授業。あんたほんと元気あり余ってるよね。プール楽しいじゃん。いい運動になるし。ははん、わかった。頑張って運動してダイエットしようと思ってるんでしょう。ちょっと太ったもんね、ミキ。マユ、私そんなに太ってないよね。ねえ。あれマユかな。ずっと潜ったまま。嘘、25メートル行くよ。おお、行った。マユちゃんすごいね。マユって他のスポーツ苦手だけど潜水だけ得意なんだよね。なんかわかる。
リー消費したかな。このぐらいじゃ意味ないって。すごいな、水泳部の人かな、かっこいいな。アブちゃん、もうびっくりさせないでよ。帽子どっかに行っちゃった。マユミ、ちょ、危ないよ。花ちゃん、心臓止まるかと思った。もう上がってシャワー浴びよっか。メガネがないと全然見えないんだよね。おかげでマユちゃんの水着姿見れなかったし。最悪だったな。本当、ひくらびた。いやー、やっぱりプールは気持ちいいよね。私はもう疲れた。マユ、髪の毛縛ってあげよっか。縛ると乾きにくくない？いいの。ああ、ちょっと待って、ちひろちゃん。髪びしょびしょだよ。いいって、はなちゃん。ダメだよ、風邪ひいちゃうよ。マユの髪ってサラサラだよね。少し元気出てきた。ああ、俺も。クラス委員の山本律樹、成績優秀、スポーツ万能、歯に衣着せぬ物言いに誰も反論できません。まゆちゃん、今日も可愛いな。あなたを見てるとイライラするわ。はい。さんってモテるんだよ。山本さ ん、クッキー作ったんだけど食べる？女子に。でもなんかマユのことを目の敵にしてるっぽくない？そうかな。もしかして好きな子ほどいじめちゃうってやつとか。そうか、マユのこと本当は好きなのかもね。さっきのお礼言わなくちゃ。でもなんだか声かけづらいな。森田さん、私あなたに見られてるとムラムラするんだけど。違う、間違えた、イライラするった。マユ、とっさに出てくる言葉ってね、意外に本音だったりするのよ。森田さん、ああもう間違えただけだって言ってるでしょ。怒らせちゃった。あ、やば、ごめん、ちょっと言い過ぎた。その私ちょっと人に見られると焦っちゃって変なこと言っちゃうんだ。山本さん、特に森田さんの目って冷凍イカみたいだから怖くて。冷凍イカ、冷凍イカ、悲しいお目目の冷凍イカ、冷凍イカ、冷凍イカ、悲しいお目目の冷凍イカ。マユ、なんでずっと目閉じてるの？さあ、勉強してきたって言えば。本当？じゃあ飲ん
緒に赤点取ろうよ。やってないって言えば。そう言っていつもちゃんと勉強してるじゃない。それで私だけ赤点だったら余計惨めだよ。あーどうしようどうしよう。みんな席ついて、テスト始めるよ。まゆー、テスト結果どうだった？あたしさっぱりダメだった。あたしも。ねえ、まゆはどうだった？私にしてはよくできたけど、でも世間一般では大したことないかもしれないんだよね。ミキたちは何点だったんだろう。それより良かったらなんか悪いし。答えてくれないと余計気になるよね。うん。まゆー、ごめん、ちょっと用事できちゃったから一人で帰って。じゃあ急ぐからまた明日ね。平均より点数良かった。頑張って良かったな。最近できた店だ。ケーキ美味しかったってミキ言ってたな。でも一人だし、今月お小遣いも残り少ないし。自分へのご褒美ってことにしよう。いらっしゃいませ。お決まりですか？なんでカロリー表示がしてあるんだろう。お待たせしました。いちごのショートケーキとミルクティーです。どうぞごゆっくり。おいしい。濃厚なクリームの後にいちごの酸味が爽やかで、何個でも食べられそう。あなた、昨夜も帰り遅かったんですけど、どこに行ってらしたの？だから、接待で。そんなにいつも接待してるのかしら。それに、結婚指輪がないんですけど、知りません？いや、知らん。毎晩出かけて、よく小遣いが持ちますね。まさか指輪を換金して？違う。そんなことするわけないだろ？そうですか？でもおかしいわね。指輪なくしたことなんて一度もないんですけど、あなた本当に知りません？毎晩飲み歩けていいですね、あなた。あら、お父さんたらひどいのよ。毎晩遅くなって。付き合いもわかるけど、家族で過ごす時間も大切にしてくれないとね。おまけに結婚指輪までなくされて。本当どこに行ったのかしら。母さんだらな。何に怒ってるんだっけ？心配かけてるようだな。母さんと父さんは全く性格が違うけど大丈夫だよ。あなた、これは何ですか？だから、それは仕事の付き合いでだな。毎晩お仕事大変ですこと。どうせ結婚指輪も質に入れてしまったんじゃありません？あなた、黙っていちゃわかりませんよ。あなた、私に言えないことがたくさんあるんですね。私、あなたに信用されてないんですね。これ、リメイクしてもらったんだ。20年前のデザインじゃ古すぎるだろ。誕生日に渡そうと思ったんだがな。あなた、早く本当のことを言ってくださればよかったのに。
それじゃあサプライズにならんだろう。お夕飯はあなたの好きなものにしましょうか。そうだ、お夕飯前に一杯いかがです？ああ、頼むよ。よかった。じゃな。あの人はまさか。いやでも千尋のことだから彼氏。兄よ。駅まで一緒に来ただけよ。勘違いさせてごめんね。お兄さんか。あのさ、彼女いるわよ。まだ何も。あんたの考えてることなんか丸わかりよ。で、花ちゃんは？ああ、まだ来てないよ。ごめん、道間違えてテンパっちゃって。テンパなだけに。でもいつも自分で言ってるじゃん。バーカ、人から言われるのは嫌なんだ。花ちゃん絶対それ似合うって。そうかな。うん、この色かわいいし。でも高いしな。どうしようかな。こっちのもかわいいね。うん、いいね。あ、これもかわいい。これもいいね。珍しいね、千尋が何にも買わないなんて。うん、いいなと思うのはチェックしてるよ。バーゲンで買うの？もうすぐ私の誕生日だから。そうだ、せっかくだからみんなで何かお揃いのもの買おうよ。うん、いいね。これとかどうかな。こっちの方が良くない？これは？三つしかないよ。ペアのしかないね。いや、ちょっとそれは大きすぎるし。じゃあみんな、異論はないよね。うん、いちごパフェ4つください。はい、かしこまりました。お揃いだね。